CBR1000RRR 来ましたよ。私がね CBR600RR に今乗ってるので、その兄貴分、最高峰の CBR1000RRR ということで、いやもうせっかくだからもう早速またがっちゃいますよ。私失礼しますよ。ほっ、お待って、引き起こしめちゃくちゃ軽い、うん、204キロですね。こちらもあの R1 と同じく204キロなんですけれども、スタンドファッチョかな、ピヨ。いやー、こちら R1 と比べて、こちらのシート高が今出てこない、830ミリですね、はい、あの私が今乗ってる CBR600RR と比べて、まあ、プラス1センチだけ、それだけの差なんですけれども、全然足つきいいですよ、うん、いいし、あとねやっぱりね車重軽いから引き起こしが楽、本当に引き起こしが楽なだけでぐっとハードル下がるので、あとね今の私のスペックとしては身長が163センチ、そして股下79、そして今履いてるブーツがプラス3センチぐらいかな、なのでもう足つきに関してはバッチリ何も言うことないですよ。母子球ぐらいまで今届いてるかな。ステアリングはどうですか、前傾姿勢具合は。前傾姿勢具合はやっぱり今私が CBR600RR 乗ってるのと比べるとやっぱり攻めの姿勢、攻めるためのバイクっていう風には感じますね、うん、まあでも本当に 600RR に関しても本当になんだアウェイクンレース、レースを目覚めさせるっていうコンセプトで作ってるので本当にレース寄りのマシンなんですけども、こちらはさらにレースによったマシン、ただやっぱりこの外見、もう公道でも乗りたくなりますよ、こんなの憧れですよなのでね本当に公道でどういう風に乗っていけるかっていうのをあの女子目線でお伝えできたらなっていう風に思いますね、うん。さあ足の曲がり具合、なるほど高い、そして曲がりがだいぶきついですね。まあでもこれがね攻めの姿勢っていう、もうイコールで憧れです。これは本当にこうやってやってね、このスクリーンの景色からさっきのストレートの展開が見えてくるような憧れが芽生えてきます。これはツーリング行くにも、うん、なんだろうな、そういうイメージを持ってツーリングに行くんだったら、うんうん、そうですね、ありだと思います。ただねやっぱり排気量が排気量なので、まあ抑えてなんですけれども、本当にねちょっと開いたところ、例えば本当に高速道路とかシャーって気持ちよく行けるところはこうやって攻めの姿勢でこういう風に知りたいと思いますよ。絶対気持ちいいと思うエンジン、はい、行っちゃいましょうか。ただこれキーレスネスなんですよね。そう、こちらが CBR-RRR の鍵です。キーレスです。ポッケにねこうやって入れておくだけで、よいしょ、行きますよ、ポチッとな、いや来た、エンジン始動、いきます。おー、このアイドリング時からやる気にさせてくれる。ちょっと回してみますね。6000回転ぐらいだとまだマイルドなんですね。でも6000回転ぐらいより上行くとかなり激しくなる。この回転域で表現するっていうの面白いですね。乗ってみてどうなのかっていうのすごい楽しみ今日乗り比べだからね。うわー、楽しみだけど、ちょっとこんなお天気でなんかコンディションがあれですけど、
私なりに頑張ります。気をつけていってみましょう。うん、頑張ります。乗ってきました。きょんちゃんもですね、はい、初 CBR1000、はい、スーパースポーツ 1000cc、はい、うん、憧れてたんですよね。憧れてましたよ、はい、それこそね、免許取得した時は、うん、絶対フルカウルのマシンに乗りたいと思ってたので、はい、もちろんね、私大型から取ったので最初は大型のマシンを乗ろうと思って候補に入ってたのが R1 だったり、それこそ CBR、うん、だったりっていうのも入ってたので、はい、その中でやっぱ選んでいきようと思ったけど、それでも自分にはハードルが高いなっていうことに気づきましたね。はいはい、今はですね、はい、まあ、このね CBR1000RRR、それもですね、今回 SP バージョンだったね。そうですね、足回りが強化されてるバージョンですね。はい、オーリンズがついて電子制御がついてなので、はい、ただね、私としては、うん、まあ、今回ここ2022年度になって、うんうん、ちょっとですね、あの規制対応も入りまして、はい、排気デバイスの音がですね、若干あの思いっきり全部開いてしまうっていうのではなく、うん、ある程度その排気デバイスの中での音をね、ちょっと制御してるバージョンになったので、それでも久しぶりにね、ワインディングで走ってみると、いや結構激しいマシンだなっていうふうには思いましたけど、あの乗ってみてどう思いました？はい、うん、まず今日のコンディション、うん、霧が結構濃くて、はい、前が先が見えないという状況で、うん、全然ね回せなかったんですよ、うんうん、けど思ったの、ここで思ったのが、うん、初心者バイク女子って、はい、やっぱりあのそのくらいの速度でずっと走るだろうし、うん、同じ目線で今回はインプレできるんじゃないかなと思って、うんうん、なんかそういうのを重視して今日は見れたなっていう風なのがあって、操作性において、うん、この天候の状態がこういう状況だと、うん、ちょっと霧がね多くてね、路面は濡れてないんだけど霧が多くて、そう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 、まあ、先をちょっと見にくい状態だったね、うん、状態だと意外とね、うん、なんか操作類が不安になるというか、うんうんうん、それこそそこで役立つのが上下のクイックシフト、クイックシフト、うん、いやこれがねあるだけでね、うん、全然ねこのクラッチ操作の、あ、うんうん、あの意識がいかないっていうか、はい、そう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 、操作一つなくなるだけで、うんうん、だいぶ優しくなるんだよね。そう、優しくなるの、ね、こんな激しいマシンの中でもここで優しくなる、はい、そして、うん、このモードですよ、はいはい、モード切り替えやってみた、そうモード切り替え、うん、1から3までやってみたんですけれども、うん、やっぱり1はねあの激しいモード、うん、サーキット寄りのコースやつなんですけれども、大体ねモード2があのワインディングとか、うん、ツーリングとかでちょっと楽しいモードになってくるんですけど、ほうほうほう、まあやっぱり2が私的にいいなと思って、うん、これパワーありすぎるけど、うん、あんまり下げるとやっぱ面白くない、うん、そうですね、あんまり下げると面白くないです、うん、それこそ低速トルクがなくなりすぎるとか、あとねこういうねワインディング楽しいところだと、うん、もうちょっとこうクイックに動きたい、うん、あんまり、いや、うん、まあ、要はあんまり3まで下げちゃうと、うん、ちょっと思ったように動かなくなってくる、うん、
あ、そう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 、自分が思い通りになってこなくなってくるけど、うん、自分が今思い通りになるのは2番、そうですね、うん、逆にモードさんはあの雨の日とか走行をするのにやっぱいいなというふうに思いましたね。ちょうど今はこのぐらいだったら2番で、うん、やっぱり1番はちょっと激しいと思う。激しいですね、うん、トルフ感も増しますしね、うん、はい、うんうん、やっぱ鋭さがやっぱここ出てくるかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、まあ、第一印象として、はい、まあね、思ったよりも乗れた、うん、あ、そう、自分が思ってたのはもっととんでもないマシンで乗れないかと思ったけど、うんうん、乗ってみたら意外と楽しそうに乗ってたじゃない。そうなんですよ、うん、自分としてはこのポジションでどこまでの使い勝手、うん、だいけると思う。街乗り、通勤使ってるでしょ、はい、ツーリング、うん、買い物、うん、どこまでだったら共有する、この、全然 OK ですか、どこでも。通勤はなしで行きましょう。あ、通勤はなしね、はい、通勤は厳しい。そうですね、はい、通勤はもっとクイックに、はい、行きたいので、はい、何が一番いいですか、じゃあ。やっぱりね、こういうツーリングとか、うん、ワインディングとか走るのが一番楽しいんじゃないですか。山行こうって言ったら、うん、このポジションは、うん、気持ちありなんだ。あ、おりおり、あり、あのね、そう、私、うん、どうやったら、気持ちよく乗れるかっていうのをずっと試してたんですね、うん、はいはい、そう、やっぱ一番楽だなと思ったのがこう腹筋と背筋をちょっと力入れて、うん、ちょっと背中丸めて、うんうん、で腕はピンって伸ばすとそれこそ肩に深くかかっちゃうので、うん、ちょっと曲げる、うんうん、この姿勢を意識するだけでかなりツーリングもね、まあ、楽になってくるなっていうふうに思いましたね、うん、だから本当、こういうマシーン見ると見ただけで、あ、ポジションきつそうとか、うん、足の曲がりきつそうとか、なんかそういうマイナスなイメージが多いんですけど、これをいかにどう乗りやすくするのかっていうのを研究するのが楽しかったですね。他に良かったところは、他に良かったところ、これいいなって、帰ってきて、うんうんうん、やっぱりいいっていうコメントを言ったけど、うんうん、どこがやっぱりいいの、リッターバイク最終的に言っていいですか、うん、所有感ですね。あ、所有感、所有感と、あと、あ、こう走ってこれて無事戻ってこれたっていう、うんうん、なんか達成感っていうんですかね。なるほどね、それこそツーリングとかで行って帰ってってしただけでも、うん、あ、今日も無事に帰ってこれた、うん、すごいこのね、自分のバイクで帰ってこれたっていうのは一番嬉しいと思いますし、うん、オーナーとして、うんうん、そこが最終的に行き着く先は所有感、うん、所有感っていうふうに思いましたね。まあ、高価なマシンだからね。でもやっぱり高価なマシンを買っただけの所有感は、うんうんうん、今ねミドルクラス600に乗ってるけど、はい、やっぱりでかければでかいなりに走ってきた後の達成感とか、うん、走ってるぞっていう、そう、所有感みたいなものが、そう、足を見てっていう風なのはね、なるほど、だいぶあります、これは、はいはい、ありがとうございます、はい、私もねちょっと久しぶりに、うんうん、こいつのインプレをね、はい、ちょっと見ておきたいんですが、うんうん、まあ、相変わらずね足つきよ、リターン SS でもう足がつかないのが当たり前な中、うんうんうん、一応両足のつま先や腹がつくんでね、はい、まあそんなに悪い方ではないと思いますが、うんうんうん、CBR のねこのねハンドルの位置はね、これはちょっと下げすぎの、広げすぎ、下げすぎの、街乗りではですよ、うん、街乗りでこのポジションでは何て言うんだろうな、それほど先ほど言ったような、うん、腹筋背筋に力入れてないと、うんうん、やっぱりねハンドル押さえちゃうんですよね。そうですね、だからクッと押さえてここはこうやってね、うん、そこで握ってる分にはいいけど、うん、疲れてきて、うん、腹にねこう力入んなくなってくと思い通りに動かなくなる。あ、分かります、うん、それがあるのでやっぱ常に、うん、なんだろうな、行くぞみたいな気構えで乗る時のハンドルなので ね、 そこはなんて言うんだろうな、あんまりロングだとやっぱりきついなと思うしね、ちょっとこれ乗るために、うん、腹筋とかね背筋とか鍛えて、うん、もう自分磨きもしつつ、うん、このマシンに乗れる、うん、もう一石二鳥じゃないですかいいこと言いますねこのマシン乗るために自分磨きで腹筋割っとくみたいなね。そうそうそう、それこそね、お腹出した服とか着て、女の子はですよ、女の子はお腹出した服とか着てちょっと腹筋見せるだとかっていう写真も撮りつつ、うん、そしてマシンに乗る時も腹筋背筋鍛えてたら楽になれる、うん、ここがいいとこじゃないですかね。お腹出たおじさん乗れないじゃないそんな否定してるわけじゃないんですけどね、うん、あとはね、はい、まあ、このね
ステップの位置もね、うんうんうん、結構高いんだよね。あ、そうですね。あのこれはサーキットだったら当たり前のバックステップ、うん、アップステップっていうので、でももうその位置で来ちゃってるんでね、うん、やっぱストリートだとロング乗ってるとここがね曲がりがきついので、はい、ここ意外とねちょっと疲れてくる、うん、そうするとねこうやっぱり走ってる最中にねよいしょ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 って、うん、やりたくなるぐらいここやっぱりきついというね、うん、それもちょっとあるかなポジション的にね。そうですね。エンジンね、うん、エンジン吠えてたね。吠えてましたね。あの私が丸山さんがね戻ってくるちょっと来る時にね、はい、あのきょんちゃんも今ね自分全然回せなくて1速2速で、そんな高い回転まで回せないって言ってましたけど、俺だって回せないよこれ。バインディング普通に来てこれ普通に1速だって、うん、レッドゾーンなんか入んないからね。だから本当に1速でずっと走っててもおかしくない。なんとか2速入れてみたいな、クイックシフター使いたいから、うんうんうん、とりあえず2速に入れるけど、はい、2速に入れたらもう加速感ないもん。あ、うん、1速でガーッつって、うん、でもそのね、あのなんで1速で走りたいかっていうと、うん、なるべく高い回転に入れないと、うんうんうん、ガーッっていう、うん、あの響きのところをやっぱ味わいたいわけで、うん、わかる。2速3速ってすぐシフトしちゃうと、はい、ボーボーボーって感じでしょ、うん、だけど1速でずっとやってるとちょっとストレートがあるところはガーって言った、うん、あのコーンする感じね、あそこ、うん、あそこに来た時におー、はい、CBR 乗ってる、うん、CBR 線乗ってるっていうね、それはやっぱりあるし、うん、これはリッター SS の気持ちよさだね、うん、でもそれはね、あの扱える俺らプロフェッショナルとしてね、もう何年も乗ってるから、これをねワインディングに来て、なんだ楽しむ気持ちっていうのはね、うん、楽しもうと思えば楽しめる、もっと楽しもうと思えば一応飛ばすこともできるけど、まあ今時ねそんな飛ばせないんで、はい、本当にこれは一般の人が乗って楽しいのかっていう疑問がね近頃あるわけよ。いやこれないだろうって思うけど、所有感、はい、達成感、今ね CBR600、うん、RR を乗っていて、うんうん、でも 1000cc 乗ったら乗ったなりに飛ばせないけど、はい、走ってきた後の達成感とか、はい、乗ってる時の所有感で、うん、十分に高価なマシンを買う、うん、満足感が得られる、はい、得られますよ、うん、本当にこれはねやっぱり俺も久々にこうちゃんと聞いてみないとね、うん、自分の中ではねそろそろないかなと思ってんだけど、ね、いや250で十分じゃないかっていうあーなるほど思いはあるよね、はい、CBR 今250ツインだけど、うん、ツインだってもう十分ワインディングで速いし、はいはい、回しあのね250とかっていうのはね、はい、回す楽しみがあるんですよ。そうなんですよ、ね、高回転を使い倒すっていう楽しみがあって、うんうん、あれはあれでいいんだけど、シフトアップダウンも楽しみです、うん、回せないけど、うん、でも十分に確かに所有感あって、そうそうそう、クイックシフターのレスポンス感とかね、うんうん、シフトダウンの時のバンバンっていう、うん大型ならではのあのねそう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 、うん、確かにああいうのを一つ一つ感じながらだよね。はい、でもさ飛ばしてみたいなっていう思いもある。思いますね、うん、やっぱりこのやっぱり行動だけだと扱いきれてないっていうのは分かるので、うんうん、パワー出しきれてないっていうのは分かるので、そう、サーキットとか行ってね、うん、パーンとストレート全開にして飛ばして、うん、サーキットに行ってみたいという気持ちにさせてくれる、そうだね、楽しいんだなというふうに思いますね。きょんちゃんは、まあ、サーキットもねいろんな意味でね走ることがよくあるので、うんうんうん、サーキットあったらその上のねレッドゾーン付近まで、特にこれのマフラーの炸裂音ね、あーバーンっていう炸裂音を、まあ、所有したからには、うん、一応サーキット回してみたいっていうきっかけとしてね、そうですね、違う景色見たいです、行きたくなりますよね、はい、うん、まあ、今 CBR ね、この間の8時間耐久でもね、はい、勝ったし非常に ね今人気があるんだけど、分かりやすいよね、すごいマシンっていう、ね、誰にでも分かりやすいですね、そうそう、すごいマシンで乗ってみてもそれはちゃんと堪能できるし、アクセルそんなに開けられなくたってやっぱりあるんだね、あります、ね、うん、あとね車体がねやっぱりこのデザインとボリューム感、うん、映えます、映えるね、やっぱり峠行って、うん、こいつと一緒にいるところを声かけられたら、うん、ちょっと嬉しい、嬉しいし、うん、話長くなっちゃいそうですね、話長くなっちゃう、一番気に入ってるのどこですか今、こうやってパッて乗ってみて、うん、
あ、乗ってみて。あの乗ってみて、デザインでもいいし、エンジンフィールでもいいし、マフラーでもいいし、音でもいいし。エンジンフィールもすごくいいですけど、うん、やっぱこのね、うん、あの SP ならではの足回りもすごくいいなっていうふうに思ってます、うん、ゴールドの足回りね。はい、ゴールドの足回り、これボーリンズと、これすごいのよ、この足回りの今ね、あのマシン効果でもこれのね威力をその十分に達成、うん、なんていうかな、体感できるって言ったけど、うん、これの足回りは逆に体感できないところがすごいからね。体感できないってのはゆっくり走ってる時には柔らかく、うん、しなやか、うん、乗り心地よく、そうで、うん、飛ばしたその瞬間にちゃんと固めて走りを抑えていくっていう、だから分からないのよ、うん、だからこれを俺もこれをね、いやサーキットでさえ分かりにくいのよ、はい、出てってゆっくり走ってる時には柔らかくだけど、飛ばした時にはしっかりだから、はい、うん、柔らかいとこからしっかりまでが、うん、あのちゃんとできるっていうので、逆に言うと、今ストリートで走ってる時にはね、乗りやすくセットアップされてるわけよ、うん、分かりにくいんだけど、それを電子制御で全部やるっていうこと自体も、これもね すごいけど本当は分かりやすい方がいいよね。あ、そうですね、切り替わった時にガチャッと音がするとかねそういうものがないと実は我々には分かりにくい、ね、確かに、うん、特に私なんか分かりにくいです、うんうん、タイヤの太さどうですか、うん、あ、萌えポイントですね。あのね、そうなのよね、うん、これは250、600では、はい、このぶっとさって出ないもんね。出ないですね。後ろ姿だけでもご飯2杯いけちゃいますね、うん、後ろ姿だけでもご飯2杯わかる。本来ね、はい、太すぎると、うん、オートバイが重くなるんですよ、うん、でやっぱり250よりも600の方が重くなるし、600よりも1000の方が重くなるかもしれないけど、はい、でもさ、そんなにワインディングをねスッと走った時に、うん、寝かすの重いってそんなには感じないでしょ。感じない感じない。こう不思議なのよ。こんなにぶっといタイヤ履いてたら普通はね曲がらないって思うはずなんだけど、今時のこうスーパースポーツはね、うん、普通にひら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 曲がるし、そこに重たさがないしね。ネイキッドバイクの重たい、あ、大きいネイキッドバイクでぶっといタイヤ履いてると、はい、うん、重た、曲がらないっていう思いがあるんだけど、SS はね、スーパースポーツはね、そりゃないな。いや、このバランスがやっぱ整ってるってことですもんね、うんうん。まあ、そういった意味ではね、はい、さすが最高峰、うん、特にこれホンダの、ね、最高峰として、はい、サーキットを走るイメージがあるんだけど、うん、それをそのままストリートで買ってもらって、うん、そのイメージを抱えながら乗る満足感、うんうんうん、十分にあるんだ。ありますね、うん、素晴らしいね、やっぱりね。あ、もう私も CBR600RR 乗りとして、うん、兄貴分としてもうね、うんうん、尊敬の眼差しですよ。尊敬の眼差し。いや、もう いつかは乗りたい。いつかは CBR あるあるなるほど。 今600に乗ってるけど、うん、最後は2台持ちになるの、それとも乗り換えになるの？ あのね、うん、これのこちらの場合は2台持ちですよ、うん、2台持ちか、うん、2台持ち。さすがにこれ1台で通勤とか、はいはい、そうそう、ね、ツーリングとかやっぱ通勤がちょっと厳しいのね、うんうん、こなすというのは難しいので2台持ちかな、うん、リッチに、はい、はい。まあ贅沢、みんな贅沢だね。でもね、今ね本当にオートバイ高価になってきてるけど、そうですね、でもそれだけのこう魅力がちゃんと作られてるっていうのは、うん、俺も改めて、はい、なんだろうな、自分は分かってるかもしれないけど、うんうん、一般の人分かるのっていうね。きょんちゃん免許取って3年目、はい、25から今600クラスにちょうど乗り換えた時期の、はい、まあ、女性目線、うん、それもできたら箱根なんか来たらインスタ写真とか撮って ね、オートバイと共にっていう、そのぐらいの人多いはずなんですけど、うん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 、十分にそれでもいい、すごい、楽しいって思えるんだね。思います。所有感、はい、満足感、うん、バッチリはい、どうもありがとうございます、はい、久しぶりにですね、私も CBR、1000RRR、うん、箱根にやってきてね、ピューッとこうやって走ってんだけど、よく走るしね、うんうん、とても飛ばせないけどね、そうですね、回せもしないけど、うん、でも確かに迫力はあった、うんうん、そんなところが良かったのかなと思いました。はい、はい、それではまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。